そうですか。ありがとうございます。なんとお礼を申せばいいか。なるほど、だからここにチューブを加えたの。そうです。そうすると動きもより力強くなりますし、舞台の雰囲気。そこまで考えていたんですか。それなら、ん、ここに、あ、ごめんなさい。ここは大丈夫ですよ、考えておきますね。そまったく。あっ、シーン。わかりました。そのただうちの読者層には、その他のこと、リーゆえの看板役者である芝居の稽古以外なら。いえいえ、そんなことありませんよ。さっきのあの芝居でも、運座頭のために遠くからいらした方は数えきれないほどいたでしょう。実を言うと、僕の親戚の娘も見聞を広めたいから見に行きたいとダダをこねていたんですよ。それに玉のかんざしを差し上げたいと言っていました。ご冗談を。私たちの劇団は、それとも、これは先ほどスネージナヤと、いけない、初めての取材なのでメモが一旦止めて整理しないと。バカなことを言うな。はあ、大丈夫です。このような質問も初めてではありませんので。前回はインネイが取材を中断、その結果次の日の、それ以降芝居さえうまくなれば劇団、はい、判事たちのことですか。確かに彼らは私が大切に、しかしたった一本の芝居から細かい点をたくさん見極められる方は滅多にいません。スチームバード新聞の彼らはすぐに戻ってくると思いますので、私は、はい。他派の話は面白すぎです。そんなことない。あの、しっ、静かにしろ。君ってやつはどうしてわからないんだ。つまらない質問ばかりして、そんなことを知りたがる読者がいるとでも思ってるのか。よく考えろ、これはまたとない機会なんだぞ。あなたは、あなたにはわからないでしょう、ムン先生がどれほどの心血を注いできたのかを。もういい、人が多いところで騒ぐな。君も嘘をついてたことを運先生に知られたくはないだろ。嘘を？無責任な発言をしたのはあなたの方でしょう。ふん、君も楽しく話していたじゃないか。それにあの契約を忘れるなよ。さっさと行くぞ。話があるならそこで話そう。どうやらちゃんと言い聞かす必要があるみたいだ。私、いい加減別れって。僕たちのような古新聞に特ダネを書いて、あなたって人、僕が取材した内容を、これは悪意ある取材です。いくつか芝居をしただけだっていうのに、本当にそれで名役者にでもなった気でいるのか。この世にはな、君みたいに演技や節回しなんかに興味を持つ人間なんかいないんだよ。読者たちが知りたいものを書く、それが一番さ。そういえばさっき隣にいた金髪のあんちゃん、運金と親しくしていたな。なかなかいい切り口になるんじゃないか。もういいです。
今すぐ戦艦軍に告発してきます。告発？どんな理由で？希望？それとも名誉毀損か？まだ記事なんて書いてもいない。証拠でもあるのか？私、君こそ。もし次の取材、私は何者だ？君と運金の子。ちょっと待ってください。んこの方は七星デザイン。本当にすみません。でも今さ、私の代わりに彼女に謝ってもらえないでしょうか？お疲れ様です。何か見つかりましたか？そうでしたか。まあしかし、彼女の劇にもし彼女ときちんとした交流ができたら。運金？また勝手に取材。ああ言ったこ、今日は何もな、彼らの拠点を。はあ、今回の件は私が油断していました。まあ今さら後悔しても仕方ないわ。劇団のみんなにも急いで知らせて、もう少し気をつけるよう言いましょう。岩王帝君のご加護。神殿付近にあります。他派の話はこれで終わりです。